ざっくり偉人ヒストリー。今回は岩倉具視の一生を年齢と西暦で時系列に並べて紹介します。最後には岩倉具視のゆかりの地を紹介しますので、名所巡りの参考にぜひ最後までご視聴ください。それではどうぞ。岩倉具視の誕生。1825年、岩倉具視は公卿堀川安親と母よし子の次男として京都で生誕し、幼名は金丸と名付けられます。1838年、13歳、岩倉具慶の養子となり、朝廷に仕える儒学者伏原信明によって具視の名を選定されます。朝廷内での奔走。1853年、28歳、関白高司正通の開く華道へ入門しますが、これが下級公家に過ぎない岩倉が朝廷首脳に発言する大きな転機となります。1858年、33歳、老中堀田正良が天皇へ日米修好通商条約の勅許を得るため上洛しますが、岩倉具視88人は条約調印に反対の立場を示します。同年、33歳、大老井伊直弼が独断で日米修好通商条約を締結、孝明天皇は激怒しますが、幕府の力は強く、尊攘派や一橋派に対する弾圧、俗に言う安政の大獄とつながっていきます。1860年、35歳、桜田門外の変で井伊直弼が暗殺された後、安政の大獄は収束し、公武合体派が幕府内で盛り返す中、天皇の妹和宮を将軍徳川家茂の後家として希望する書簡が届きます。1861年、36歳、条約破棄と攘夷を条件に和宮降下を認める旨となり、岩倉が勅使として江戸へ下校することとなります。5年間の蟄居生活。1862年、37歳、和宮降下に賛成し、さらに京都諸子大の酒井忠義と親しくしていたことなどから、尊王攘夷派の志士たちから砂漠派とみなされるようになり、命を狙われ始めます。同年、37歳、尊攘派は岩倉を排斥しようと朝廷に圧力をかけ蟄居処分にし、さらに次官と出家を申し出るよう命じられてしまいます。同年、37歳、尊攘白毛と長州藩士が京都から追放される中、洛北の岩倉村に身を置き、政治意見書を朝廷や薩摩藩の同志に送るなどの活動で5年間を過ごします。1867年、42歳、明治天皇が15歳にして即位し、二条城で大政奉還が行われ、公式には朝廷に政権が返上されたことで、この翌月に岩倉もようやく赦免され、長い蟄居生活が終わります。明治新政府内での活躍。1868年、43歳、岩倉らが散大し、新政府人事と徳川慶喜の処分を求める王政復古の大号令案を奏上し、岩倉も参与から議定へと昇進、名実ともに朝廷首脳部の一人となります。1869年、44歳、政府機構の再編が行われ、行政部、立法部、司法部に分かれた三権分立型政府へ移行。岩倉は行政官の中の国内行政全般と宮中の庶務を監督する役職に就任します。同年、44歳、上野戦争後江戸が平定されると京都へ戻り、突然病を理由に役職を辞職してしまいます。同年、44歳、藩籍奉還後再び行政組織の再編があり、政府主犯を左右大臣大納言参議で構成し、三条実美が行政責任者の右大臣となり、岩倉はその補佐役の大納言として復帰します。1871年、46歳、三条邸に岩倉具視、大久保利通、西郷隆盛、木戸孝允、板垣退助ら政府首脳が集まり、
廃藩置県に備えて藩の指揮権に属さない天皇直属の御新兵を作ることで一致します。同年46歳、廃藩置県が実施され所領を失った大名たちは全員東京へ召集され、家族としての責務を果たしていくことになります。使節団による外交活動。同年46歳、岩倉は外務卿に就任し、さらに太政大臣が新設されて三条実美が就任したので岩倉が右大臣を兼務します。1872年、47歳、海外視察を目的とした新政府の岩倉使節団を募り、欧米イギリスなどの欧州を1年10ヶ月かけ回覧し、各国で大きな衝撃を受けます。近代化に向けた舵取り。1873年、48歳、朝鮮出兵をめぐる政官論論争で西郷隆盛らと対立し、政官論を支持する不平士族から岩倉が襲撃される事件まで発生します。1876年、51歳、華族会館の館長となり華族懲戒令を定め、品位を汚した者は処罰するなど華族統制を強め、華族の役割の明確化を進めます。1880年、55歳、自由民権運動が高まり、当初より立憲に反対派であった岩倉も憲法制定の必要性を痛感し、国会開設の御事乗りに了承します。1881年、56歳、かつての欧米視察により日本の繁栄も鉄道にかかっており、日本の東西を結ぶ鉄道の設置が急務とし、日本鉄道株式会社の設立に尽力します。病気による最後。1883年、満57歳、喉の症状が悪化し、明治天皇の勅命により東大教授のベルツを京都へ派遣させ診察させたところ、咽頭がんの告知を受け、その年の7月20日に亡くなります。岩倉具視は明治維新における重要な役割を果たした政治家、外交官であり、日本の近代化と国際化に大きく貢献しました。彼は公家の中でもひときわ大きい維新での活躍や外交における手腕など、日本の礎を築いた政治家として評価され、彼の死は日本初の国葬をもって営まれました。岩倉具視ゆかりの地。岩倉具視郵政旧宅、落外追放の処分を受け、処分が解かれるまでの約5年間のうち3年間を過ごした邸宅で国の史跡に指定され、一般公開されています。岩倉実相院、皇族ゆかりの門跡寺院で、岩倉具視も蟄居中に住んだ場所で、彼のもとへは坂本龍馬や中岡慎太郎らが訪れ密談を交わしたとも言われます。四季折々の表情を見せる石庭やもみじが見られます。象の花、岩倉使節団欧米派遣の出港の地で横浜から出発する様子を描いた日本画家山口芳春の岩倉大使欧米派遣の絵画パネルが設置されています。いかがだったでしょうか。これからも少しずつ歴史上の人物の一生を動画にして投稿していきますので、よろしければチャンネル登録、いいね評価、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。